今日は京都市役所前の広場に来てます。京都市さんが主催で、行われてますこの木材利用促進月間の10月、ウッドエキシビションというイベントの中の一つ目、私ども今回展示ブースを出させていただいてます。日本 CLT 協会さんと一緒に、今までやってきました CLT の取り組み、パターンモデル、そして最近竣工しました宝塚の、CLT の希望の家コミュニティ、希望の家さんの希望の家コミュニティプラザの、ビデオなんかを流させていただきながら CLT の可能性、良さをまた発信しています。また今回は、お声掛けをさせていただきまして、社会福祉法人の修行学園様、社会福祉法人の高齢会様にも、就労支援で作られた商品を売っていただくようなブースも設けていただいてますし、今日はそれともう一つお声掛けさせていただきまして、京都精華大学さんの葉山教授のお力もいただきまして、子ども、木製工作教室ということで、木のブロックの積み木の、実践をしていただいております。これは鞍馬寺でのいわゆる災害の時にの倒木をそういった積み木に活用されまして、子どもたちとまた親子でそういった積み木遊びができるような工作キットをで今日も一日、皆さんに来られた方に無料で、体験していただくようなことをされています。非常に素敵な取り組みでございますので、またこれもまた注目かなと思っております。はい、北山スイーツハレイです。日頃は、お菓子の販売、お菓子のお店をやってまして、お菓子の販売とあと障害のある人と箱を売るような仕事っていうことをしていってます。今日はコスさんとのつながりで、これバームクーヘンになるんですけど、バームクーヘンとか焼きドーナツの方を持ってこさせてもらいました。美味しく食べていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、高齢会では、メンバーさんとともに農作業に取り組んでいます。観光農園や、ブルーベリー、ストロベリー、ニンニク、いろんなものを作っております。またこういった加工品も作っています。みんなで共生しながら共存しながら、頑張っています。また摘み取り園もしていますので、ぜひともまた遊びに来てください。よろしくお願いいたします。株式会社コストの中川でございます。本日は、木造 CLT 工法の、可能性と優位性について、ブースを構えております。またご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、こちら日本 CLT 協会で、ブースをお借りして、出展させていただいております。CLT木質の材料ですけれども、鉄筋コンクリートと同じ強度で、ビルも作れる材料でございます。コストさんで実際に CLT を使った、実績がございまして、そちらのご紹介、CLT 材料そのもののご紹介、あとは、展示させていただいています、手に取って触れるようなものを CLT で作って、ご紹介をさせていただいております。こんにちは、京都精華大学建築学科の葉山と申します。今はですね、自然の木を使った子どものワークショップを行っています。僕の研究室ではほんの自然の無垢の木を子どもたちが触ったり体験したりして持っていて、こういったワークショップを毎年何回か行っていってます。たまたまですけど木を使っているのは鞍馬寺のある山で、2018年に台風があったんですけど、台風で倒れた木材、ヒノキと杉なんですけど、その木材を使って、子どもたちや学生たちの家具を作ったり、ご意向作を作ったりという取り組みに変えていってます。本当にね、自然と木って大事なので、子どもたちからお年寄りまで触れてほしいなと思っています。以上です。